朝のお散歩。あ、キノコだ。すげえな。変わり発。やめときますか。あ、結構グズグズだね、うん。この辺いけるけど、一個じゃね。いや、なんかいろいろちょっと色。あ、うん、これいいや。うん、取れますよね、多分。今からいけば。あ、これもしっかり。これ二つだけにしとこうか。すごいですね、変わり発。おはようございますだ。あ、朝。うん、今日は朝アメリカ色変わり撮りますか。じゃあアメリカ裏辺に色変わり発見。虫がすごい。どうぞ撮ってください。撮ります。はい、あ、いいですね。いいね。これいいや。こんぐらいのうまいっすよ。おいいね。食べて裏切れですね。裏アメリカ裏目に色がある。いや、ゲットよかったっすね。スポンジ、うん、やっぱありますね。一本見つけると結構ね取れるんで。これ、ね、美味しそうなサイズです、はい、うん、取りましょう。やっぱこんぐらいがいいですよ、食べるの。ああ、うん、裏綺麗ですね。あ、本当だ、うん、アメリカ裏辺に色がある。ショッケアメリカ裏辺に色がある。もうすごいこれしっかりしてる、うん、まあ、だからこのぐらいがいいですよ、食べるの。アメリカ裏辺に色がある。コッケー、カミキリムシ、綺麗だな。綺麗だな。ちょっと早速出てますね。紫山鳥竹、うん、紫山鳥でしょ。で、ゴキブリ。あれ、ゴキだ。うん、変わった。あ、すっごい。あ、紫山鳥、ちょっとひっくり返して。これ綺麗ですね。綺麗だね。これ、いや、このこれがね、紫山の。よし、ちょっとすいません。紫山鳥竹ゲット。ありましたね。こっちも赤山鳥、これも食べ頃サイズですね。赤山鳥バッチリじゃないですか。どうぞどうぞ。あ、赤山鳥ゲット。すごい硬い。食べ頃サイズだ、うん、いいね。あ、ちょっとクーラーボックス入れて持って帰りますか。そうね。こっちも、ね、こっちもどうぞ。あ、こうか。あ、なんか折れちゃった。折れちゃった。雨上がりだから。ここすごいですね、だいぶ。二つ並べて。はい。バッチリ。よかった。ゲット。この場合これだけ折る感じ。これ残しときます、ね。はい。すげえ綺麗ですね、これ。これいいですね。出てますね。出てますね。うん、食毒不明。シワ茶山井口でしょ。うん。シワ茶山井口ね。トゲすごいっすよ。指に刺さったまんま。あ、これ口だ。うんと、これ父アワタケ。だから、うん、だから食えるやつ。下痢するけど。下痢食えないんじゃ。下痢するんじゃ。え？下痢するんじゃ食えないんじゃ。じゃあ便秘の人にはちょうどいいって。便秘の人だね。キノコ。父アワタケですね。すげえ。そう、父出てるな。ちょっと確認できねえけど。ポツポツポツって父が取ったやつ。そうだよね、これ。まずか。そしてこれ俺取っちゃいますか、はい、これ黒泡っぽいな。黒泡竹。黒泡竹。黒泡竹だこれ。まさにポルチーニに似てますけど。
プリンみたいな、上に反り返ってます黒泡畑、騙されるやつ俺がこれでも長いっちゃったよ、これ先週あったんじゃない、どうでしょう、いや俺見つかんなかったな、こいつ生鳥竹もどき、これでも噛みちゃってる、うん、ちょっと取ってみますか、うん、うわ太っ、これが山鳥竹もどきだ、これはでこっちは食べれるんじゃない、これもそうでしょ、うん、どうぞ、これはこれはいいよ、うん、だからあのこうやってささくれるんですよ、ほう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 、こうやってベロベロベロ、おで開くとパカってこう割れ目が できるんですよね、もったいないね、なんかどっかあってない、その他に、うん、日本すごいですね、うん、2、3日前か、そうするとということですね、うん、山鳥竹もどき発見でかい、どれ、こことここ、ああ山鳥竹もどきありますね、うん、山鳥竹もどき、山鳥竹もどき道端に出てます、こっちはやめときますか、そうだね、これちょっと取ってみますか、山鳥竹もどき発見これだ、ポルチーニあーある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 、うん、山鳥竹もどきね、結構出てる、あっちもでかいの出てる、うん、はい、何も2本じゃねえや、あ、2本くっついてる、山鳥竹もどき、ちょっと残念ですね、ちょっと終わり、うん、なびいてる、あっちはいいんじゃない、あ、こっちね、うん、出てましたね、ねえ山鳥竹もどきでかもったいないですね、あーでも状態はすげえいい、山鳥竹もどき、あーもったいねー、 OK OK、 よし取れるぞ、うわでけえ、うーわ何パシャルでけえ、これ裏裏裏裏裏、山鳥竹もどきね、おーすげえな、うーん、ちょっと食うのにはあれかな、いや大丈夫でしょう、わかんねえけど結構スカスカかもしれない、もう虫が入っちゃってて、あでも硬いよ、うん、山鳥竹もどきゲーっとすごいですね、でかい、うん、下ですね、ちっちゃいな、もうどこに通り過ぎちゃったあれ、あここだ、ここに一本ありますね、でかい赤山鳥、ほら赤山鳥すげえでかものすげえ巨大赤山鳥発見、これいや、でかい、ものすげえでけえ、あ、ちょっといけるかしんない、硬いから、硬いから踏めますね、これ、よし、じゃあ取りやすよ、どうぞ、でかこれ横に入ってた、まあ慎重に、あ、変わった
これ知った。いいんじゃないですか。ここほら。うん。わあ。ちょっと裏どうなってるだろう。大丈夫だね。なんとかいけるな。うん、ただ虫多いですよ。絶対。うん、このタイプで。ああ、おめでとうございます。こっちは虫でもこれ持ってった方がいいね。うん。やりましたね。うん、もっと顔の近くに。そうそうそう。いいっすね。やっぱ匂いが独特な。裏も綺麗だよね。うん、深いね。やりました。やりました。こうだね。こういうはずだね、これね。うん。こうなっちゃうと折れちゃうな。うん。あったあったあった。ほら、いいぞ。なんだろう。やっぱ赤山鳥かな。うん、なんか楽しくなってきた。あった、でかでけ。ちょっとなびいてっか、こいつは。どっち？下と上に。あ、上は見たけど下、ちょっとなびいちゃってるかな。うん、あ、こっちね。ちょっとなびいてっか。あ、もうちょっとでもまだしっかりしてるよ。すごいカチンカチンだよ。あ、まあ取っちゃってください。ほら、こんなカチンカチン。でかっ。まあとりあえず持っていきましょう。うん。すげえでかい。ありますね。上にも生えてますね。うんうん、よかった。すごいねこれ。うん。これは見ると。これ綺麗だ。行っていいんですか。ちょっと待ってください。はい、よし、どうぞ。いきますよ。はい。この斜めに入ってるのがすごい。あ、これいいですね、状態が。最高だね。最高ですね。綺麗だね。あ、よかった。おぉ。よいしょ。よし。いいですか、こっちの。はい。まあ、あと、こっちか。うん。卵だけは出てねえんだな。取ります。赤山鳥。でか。あ、これもいいですね。はい、じゃあ裏目してください。裏側。お、すごい。じゃあ顔の見せて。すげえ。この感じ。すごい。すごいぞ。なんかいい男だな。すごい。いいですね。ありましたか。でかい。おぉ、よし、腹きつい森製麺所美味しかった。近所のうどん屋さん。あー、これはえ、これそう、かわいいけど、なんだろう。これ赤山鳥。赤山鳥、美味しいよね、これ。うん。虫もいねえし。うん。それ以上、大きいのが上だった。ありましたか。うわ、でけ。こっちは少ないけど、これすごい。パンケーキみたいだね。でか。うん、だからこっち来ないよ。どうした？パンケーキ。うん。こら、でけ。まあ、もうちょっと終わりかけて、でも色はそうでもないんだよね、見るとね。こっちは結構そうだけど、でも結構お酒だよね。こらでけえやん。これ、上野があるから、死者。そうですね。すごいでかい。こっちもでかい。じゃ出ない。あ、でも綺麗だな。綺麗でしょ。うん。ほら、お姉ちゃん撮っていいよ。ほら。すごいよ。そんな気がないね。こうやって。どこ撮ってた？あ、今ね、
撮る動画撮るから。おしよう。そう。根元からガバーンとね。おーし。いったー。はい、こっち、ちょっと。危ない危ない。よし、こっち見て。すげえ。はい、立てて。うわ、すげえ。いや、なんか柔らけめっちゃ。パンチ見てた。柔らけ。で、裏見して。裏。いや、じゃなくて、そのまま。そう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 。でーか。すごくなんかめっちゃ。手、腕より不定だろ。子供のなんかやつよりすげえ。よし、次。わあ、取れたね。なんか、これ普通のぐらい、はい、また裏見して。どう？あ、いいね。まだ言えるな。パンケーキだ、パンケーキ。柔らけ。はい、感想はどうですか？いいな、ここ。裏気持ちいい、やっぱり。うん、わあ、裏筋。ここは硬い。ここ硬い。よかったね、今日来て。やば。すげえ、赤山鳥出てますよね。もうねえんかな。探せば、まだまだあるでしょうね。すげえ、赤山鳥。こっちにいいのかな。よいしょ。いいな。ナイスね、ここ。赤山鳥が。もう、でかくなってるから、遠くからでも、わかりますね。赤山鳥は。ちょっとここ行くか。あぶね、通り過ぎるとこだった。はい、いいですか。2本いきますよ。どうぞ。通り過ぎちゃいますね。これもまあいけるね。いきますか。はい、あぶなかった。これも硬い、うん、これも何とかいけるね。いけますね。いけますね。着々と、今日は お祭りですね。お祭り、赤山祭り、祭りだね。いや、すごい、次に間だけ。うん、赤山鳥の次、マダケ鳥ね。はい、無理、いや、取って足で行っちゃっていいからね。ポキッと、そうそうそう、よいしょ。子供や女性は足で取った方が、取れた、ゲットだね。ゲットだ、ここは太いな。惜しいね。パキンと。あともう一本ね。よし、どうした。ゲットは、ゲットは、ゲットは、竹やぶの中はね、狭いから、お子様のが全然機動力が機動力を発揮する子供は。はい、オッケー。さてきしみじ、次来た。さてきしみじ来たよ、これ。取る、タケシムジ。どう？あ、美味しそうだね。なんか変な小っちゃい感じで。簡単に抜けない。どう？裏返してちょっと。裏はどう？気持ちいい？今日気持ちよくないんだ、今日。今日は。タケシムジ、ゲット。
裏筋気持ちよくない反応なし。あーん、普通かな。え、なんで、なんだよ今日。うわうわすげえ。でか裏側おお、まあ、まあ綺麗じゃないですか、うん、おいいね、でかいっすね、綺麗、すごい、バッチリ今日は笑顔でにっこりと。何本撮れたか今日。10本じゃ効かないかな、分かんない、うん、ちょっと分かんないよね。最初7、8本撮ってるね。中山で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12本だ、うん、中山で12本。あとポルチーニ一歩遅かったけど撮れましたね。撮れましたね。うん。あとアメリカ色があり、まあこれは状態いいでしょ。アメリカ裏目に色があり、うん、綺麗ですね。で紫山鳥、これも状態いいですね。いやよかった。よし、お疲れ様でした。じゃあもうお疲れ様でしたです、うん、今日は、うん、かね、あ暑かったですね、うん、なんかでもすごい最高いいね、いいですね、これね、これね、うん、すごいよ恐竜の卵、うん、ポルチーニ3種一応取れました。よし、ちょっと開いてみよう。これダメだろ、もうあーダメだね、食うとこねえな、出ますやん、あ、剥がせばいけるぞ、うん、裏のスポンジ剥がせば食える。この辺綺麗ですもんね、なんとか。で、一回茹でよう。うん、な、もったいねえもんな。